助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。
あなたたち壊れた機械生命体に倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。Thank you.
時間。こちら 2B、 どうした？実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって、私これからどうやって生きていけばいいですか 2B さん。そんなこと聞かれても、もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。2B さんが私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。 2B さん、以上、通信終了。
その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。ルービーからオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。Bueno, y aquí lo voy a dejar. Nos vemos el próximo video. Bye.